こんにちは。今回の嬉野ホットステーションは新規採用職員の諸石がお届けします。今回はご覧のラインナップでお届けします。ぜひ最後までご覧ください。それではどうぞ。7月7日日曜日、嬉野市中央体育館ユースポにおいてスポーツチャンバラ大会が開催され、ついに佐賀2024エクスポが開幕しました。スポーツチャンバラはエアーソフト拳と呼ばれる柔らかい武器を使うスポーツで、基本動作と打突競技が行われます。基本動作は面や小手など基本となる5つの攻撃の形を号令に合わせて行う演武で、攻撃の型や演武全体の熟練度を競います。規律の取れた演武は多くの目を引きつけました。また各チーム3人ずつが並んで行う団体戦も行われ、6人が一斉に行う演武は迫力満点でした。打突競技は面を装着して行う1対1の対戦です。スポーツチャンバラでは剣道とは違い、十分な威力があれば体のどこを打突しても一本となります。スポーツチャンバラは安全性を確保した武器を使用するため、誰でも安全に楽しむことができます。またそういった武器を使用しているため、選手は思い切った大胆な動きができ、スピーディーな足さばきや目にも止まらぬ打突が大きな魅力となっています。スポーツチャンバラはデモンストレーションスポーツ、通称デモスポとして開催されました。佐賀2024のデモスポでは、選手ではない一般の応募者が参加できる一般参加部門が設けられ、スポーツチャンバラ体験を楽しみました。打突競技の締めくくりとしてグランドチャンピオン戦が行われました。ここまで映像を見られて皆さんも気づくかと思いますが、エアーソフト拳には小太刀、長拳など長さが違うものや槍タイプのものなど様々です。さらに盾を使うことができたり、水戸を使えるなど、用具の組み合わせにより全13種目があります。グランドチャンピオン戦は各種目のチャンピオンが対決し、王者の中の王者を決めるトーナメントです。今大会の王者が決定しました。頂点にふさわしい対決になりましたね。老若男女の枠を超えた熱戦が一日を通して繰り広げられ、嬉野市における佐賀2024国スポの開幕にふさわしい大会でした。6月28日金曜日、第74回社会を明るくする運動メッセージ伝達式が執り行われました。社会を明るくする運動とは、すべての国民が犯罪や非行の防止と犯罪や非行をした人たちの更生について理解を深め、それぞれの立場において力を合わせ、犯罪や非行のない安全で安心な明るい地域社会を築くための全国的な運動です。この一環として今回のメッセージ伝達式では、嬉野市太田両地区の保護司の方々など関係者にご出席いただき、内閣総理大臣からのメッセージを伝達していただきました。多様な背景を持つ人々がお互いのことを理解しながら共に支え合うことができるよう、包摂的な地域社会の実現を目指すことが重要です。保護司をはじめとする厚生保護ボランティアの方々、地域の方々の幅広いご理解とご協力をいただきながら、全ての国民がそれぞれの立場において力を合わせることにより、犯罪や非行のない安全で安心な明るい地域社会を築いてまいりましょう。メッセージの伝達を受けて
村上嬉野市長から挨拶がありました。この誰一人取り残さない社会、これがですね、皆さんの幸せにつながるということでありますし、またですね、罪をコロナなんとも犯してしまった方からすればですね、社会への居場所を取り戻すということが大事であります。私どももですね、しっかりとですね、この保護司の皆さんだけではなくて地域の社会、またですね、この雇用のですね、雇用先の問題もございますので、こうしたですね、経済界の皆さん、さまざまな団体と連携しながらですね、この社会を明るくする運動をですね、進めてまいることをここにご誓いを申し上げる次第でございます。メッセージ伝達式の終了後、メッセージを市内に届ける凱旋カーが塩田庁舎を出発しました。健康づくり課から風疹の抗体検査予防接種についてお知らせします。昭和37年4月2日から昭和54年4月1日生まれの男性の皆様、この年代の方々はこれまでに予防接種を受ける機会がなかったために、風疹の抵抗力がなく風疹にかかるリスクがあります。そこで令和7年2月28日まで風疹抗体検査予防接種を無料で受けることができ、対象者には5月上旬に無料クーポン券をお届けしています。皆様の中にはやがて孫が生まれる世代になろうとしている方もいらっしゃるかもしれません。妊婦さんが感染すると先天性風疹症候群の赤ちゃんが生まれてくる可能性が高くなります。風疹からあなた自身と周りの人を守るために、風疹に対する抵抗力を確認獲得しましょう。現在お届けしているクーポン券の有効期限は令和7年2月28日までです。まだ受けていない方はお手元のクーポン券を持って、まずは医療機関で抗体検査を受けましょう。クーポン券が届いていない、紛失したなどの場合にも再発行ができますので、健康づくり課電話 0954-66-9120 へご連絡ください。私も受けました。私も受けました。褒めるぞ風疹。以上、健康づくり課から風疹の抗体検査予防接種についてお知らせしました。7月の休日在宅当番員はご覧の通りです。7月の小児時間外診療はご覧の通りです。7月の塩田町の保健行事はご覧の通りです。7月の塩田町の相談日程はご覧の通りです。続いて嬉野町です。今回の嬉野ホットステーションいかがでしたか？それでは次回もお楽しみに。